ナリーグ、優勝決定シリーズ、ドジャース3から7メッツ、14日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平選手が、1番、指名打者、で出場し、3打数無安打2支球。終盤に2つの支球を選び、勝利への執念を見せたが、先発サワンマナイエに2三振を喫するなど、見せ場を作れなかった。ロバーツ監督は先発ビューラーではなく、 ブルペンゲームを選択して起用した投手陣が2回までに6失点するなど、策が裏目に出てシリーズは一勝一敗のタイとなった。4月19日以来、約半年ぶりの顔合わせとなったサワンマナイエに対し、初回の打席は空振り三振。初球をファウルにし、ボール、見逃しストライク、ボールでカウントツーツーとした後、ほぼ真ん中の148キロシンカーを躊躇するようなスイングで空振りした。 この日は投手陣が乱調。前日まで3試合連続完封勝利を飾り、ポストシーズン最長タイの33イニング連続無失点を記録していたが、今やブルペンデーのスペシャリストとしてロバーツ監督から信頼されている元広島ブレイシアが1番リンドアに先頭打者団。連続無失点記録が途切れると、2回から登板したナックが2番ビエントスに満塁被弾するなど5点を失い、 6点をリードされた。大谷はマンシーの2号ソロで1点を返して5点を追う展開となった5回の打席で数と。初球、外角スイーパーをファウルにした後、ほぼ同じコースのスイーパーを打ち上げた。6回にエドマンの右前2点敵地打で3点差に詰め寄り、反撃ムードが高まる中、迎えた7回の打席は敬遠に近いストレートの死球。この日初めて出塁を記録したが、 後続が倒れて逆転には繋がらなかった。4点を追う9回虫1塁の打席は守護神ディアスから子球を選んで後期拡大。虫1、2塁からベッツ、T、ヘルナンデスが連続三振を喫するなど、後続に次の一本が出ず、万事休した。